こんばんは、はるけです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になってます。今回もですね、ベスト11ということで安くて強い11名ですね、紹介していければと思います。じゃあそれでは行きましょう。まずはですね、金のアラウホですね。アラウホ値段は5万コインぐらいまで下がってますね。かなり安くなってます。まあ、現状ね、金のアラウホだったら若干貫通したりとかはあるんですけど、それでもね、まあ金選手ながらに普通にこう取り切れる力はねあるし、スピードがね遅いっていうのはあまり感じないので、まあなかなかいい選手になりますね。またプレイスタイルプラスかな、ブロックねついてるので、まあ結構シュートブロックをね良くしてくれたりとか、あとはまあブルーザついてないけれどもフィジカルがね強くってゴリッとねなぎ倒していったりとかできるんで、まあ普通にねおすすめの選手にはなってますね。でそして続いてはウォーカーですね。ウォーカー値段は3万3000コインぐらいかな。この人もねかなり安くなってますね。ビルドアップは気をつけないといけないっていう風な選手になりますね。ただ守備力に関しては、まあ、この能力とは思えないほどですね、しっかり取ることできるし、フィジカルもね強くってスピードもね速いんで、追いついていって取り切るっていうこともねできますね。まあ、本当は逆足2位だったりとか、そのサイドチェンジ等々のビルドアップだけっていう風な選手ですね。でそして続いては TOTW ガブリエルですね。ガブリエル値段は4万5000コインぐらいになってますね。こちらもね逆足2位は少し残念なところではあるんですけれども、まあ身長がでかくって守備能力しっかりしているという風な選手ですね。ペース自体はめっちゃ速いってわけではないですし、まあ、裏抜けされたらちょっと厳しいところはあるんですけれども、正面に立ってれば貫通しないっていう力は持ってます。だからまあヨナタンターみたいな感じかな。ペースの部分はちょっとこう自分の操作、裏抜けを早くね対応したりとかしないといけないんだけれども、まずちゃんと対応していれば取れるっていう風な力がありますね。まああまり相手見ることはないんですけれども、まあ割といいよっていう風な選手ですね。でそして続いてはミリトンですね。ミリトン値段は7万5000コインぐらいで買うことできますね。この人もね安くなってます。金でもね十分なほどに強い選手になりますね。金でペース85ですから、まあ、なかなかよくって、であと守備力もしっかり高いですね。足伸びますし、フィジカルもね全然弱くはないし、空中戦も強いという風な選手ですね。でまあこの人もねビルドアップは気をつけないといけないけれども、ドリブル自体そんなに重たくはないんで、取った後ちゃんとこう動いてくれるっていう風な選手になりますね。だからまあ黒だったらめちゃくちゃね強いんですけれども、まあ金だと10万ぐらい TOTW 黒から安いんで、まあそうなってくると金でもね十分かなと思っておすすめですね。でそして続いては TOTW ラミレスですね。ラミレス値段は1万3000コインぐらいかなで買うことができますね。逆足は3ですけれども、結構ね持ちやすいけれどもフィジカル強いっていう、だからなかなかねおすすめのアタッカーになってます。でペースもね普通に速いし、シュートもねまあ冷静さ83もうちょっと欲しいけれども、右足で打てれば決め切ることできますんで、まあ、チェルシーのね女子選手みんな強いというか、まあジェームズもいるし、またはまあちょっとコスパいいけどローレンスとかもいるんで、まだ組み込みやすいかなと思います。ケミ的にもまあコロンビア難しいけど、まあ普通に強いアタッカーというふうなことでおすすめですね。でそして続いてはトータルラッシュドフビックですね。ドフビック値段は1万2000コインぐらいかなで買うことができます。まあほぼ底値、ですね。スキルが3なんでちょっとこうスキルでなんとかするっていうことはできないけれども、でかくって速くってフィジカル強くってシュート上手いっていう風な選手ですね。だからストレイフがまあそれこそ序盤ぐらいの強さがあったら結構流行っていた選手かもしれないですね。個人的にはね190近くあるんだけれども、なんかこうハーランドほど重たくもないし、あとテクニカルついてんのがいいですね。うん、これも非常にこの人のいいところかなと思いますし、今週もねついてるんで、まあ本当相手見ないけれども、自分が使った試合はもう1試合4点取ってくれたりとかしたんで、決定力素晴らしいし、まあ相手のセンターバックガンが空いていたらぶち抜くっていうスピードもあるんで、まあケミがかなり難しいんですけれども、ディバラとかあとはセレアスカットとか使っている方だったら一度ね使ってみてほしいなと思いますね。
で、そして続いてはデンベレですね。デンベレ値段は7万8000コインぐらいかな。で、買うことできますね。この人もね、かなり安くなってます。あと TOTW が結構高いんで、まあ、この金で十分かなというふうなところですね。やっぱりゴーゴーは素晴らしいし、まあ、ペース早くって、まあ、ドリブル軽くって、まあ、ドリブラーですね。本当ドリブラー、サイドを切り裂く力があるっていうふうな選手になってますね。で、意外と冷静さもね、今作高くなってんのかな。82ももともとあるし、シュート能力はちょっと低いけれども、やっぱり逆足5でも打てるっていうのはいいのかなというふうに思いますね。で、またやっぱりね、プレイスタイルでプラスラピッドついてるっていうのがまあいいし、スキル使わない方でも単純にスピードで置いていけるっていう力があって、また役割ですね、インサイドフォワードプラスプラスついてるっていうふうな選手なんで、まあなかなかいいなと。まあ剣もね、合わせやすいかなと思いますね。で、そして続いてはクンデですね。クンデ値段は8万コインぐらいで買うことできます。この人もそして3万4万ぐらい安くなってるかなと思いますね。右サイドバックでの使用がおすすめですね。やっぱりプレイヤーロールかな、プラスプラスついてるっていうところもいいので、まあ本当守備的サイドバック最強選手になるかと思いますね。これが10万以下っていうのは、現環境かなり安いんじゃないかなと思います。もちろんですね、身長が低いのでブルーザーとか、あとは予測とかついていればね、なお良かったかなというふうに思いますけれども、まあジョッキーね、しやすくって、単純な速さもあるので、結構ねサイドをぶち抜かれにくいっていうふうな選手になってますね。まあ今作組んでの特殊が来ると結構高くなるんじゃないかなと思いますね。で、そして続いてはロドリゴですね。ロドリゴ値段は6万5000コインぐらいで買うことできますね。この人もね、安くなってますね。一応 ST でも自分は全然いいと思います。ST、あと RW、どっちでもいいと思いますね。で、やっぱり、まあスピード、速くって、ドリブルも軽くって、純粋に扱いやすいキャラクターっていう風な選手ですね。だからもう会う人は、多いんじゃないかなと思いますし、決定力もね高い、シュート力ちょっと低いですけれども、まあ1対1なら決めきる力があるし、パスもまあある程度っていう風な選手ですね。ただ現状ね、まあ前ほどのストレーフの力っていうのがないので、フィジカル当てられちゃうとまあひるんでしまったりとかするんですけれども、当てられる前にスピードでいけるっていう時は全然あるんで、まあおすすめですね。で、そして続いてはリュディガーですね。リュディガー値段は12万コインぐらいで買うことができますね。一応ね、まあ、10万以上するんでコスパかどうかはちょっと怪しいんですけれども、まあ、リュディガーの力を考えると12万は安いですね。それこそサリバとか、まあ、サリバ20万弱ぐらいで、ファンダイク30万弱ぐらいなんで、もうそれぐらいね、リュディガーは値段あってもいいと思う。それぐらいかなり強い選手になってますね。まあ相手見ることも多いし、本当にフィジカルが強いんですよね。予測とかないけど、なんかフィジカルで全部ゴリ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 いかれるなっていう風な感じで、本当に相手にいて嫌な選手ですね。で、ペースももちろん速いんで、追いついてきてフィジカルグーンいかれて、で、うちの、まあ、でかい選手でフィジカル強いはずなんだけれども、もうリュディガーの前じゃもう全然弱くなってるというか、本当に守備力の高さっていうのはしっかり伺えるような選手になりますね。あとは空中戦もね、まあ、強いっていう風なことで、今作も、まあ、この序盤の環境の中のリュディガーは最強選手ですね。で、そして続いては TOTW レバンドスキーですね。レバンドスキー値段は3万8000コインぐらいで買うことができますね。4-4の選手になってますね。決定力はね、すごく高いですね。本当に1対1よく決めるし、まあ、難しい体勢からのシュートも決めてくれるっていう風な選手になりますね。で、まあ本当逆足4だけれども逆5みたいな感じで打っていってもね、いいんじゃないかなと思いますし、やっぱりトータルラッシュがね、かなり高い。7-6、7-8万ぐらいするんで、もちろんペースはね、ちょっとこのカードは遅いですけれども、まあポストプレイをしながら扱えるっていう方だったら、自分はこのカードでも全然いけるんじゃないかなと思いますね。フィジカルも強いし、あとはむちゃくちゃ持ちにくいっていうわけでもないし、パスもね、うまい、散らせる選手になってますので、非常におすすめのカードになりますね。で、あとはレバンドスキー、トータルラッシュのカードもこのカードもそうなんですけど、チップシュートのプラスがね、これなんかに変わっていれば、
まあ、よりね、強さを増したんじゃないかなっていうのは思いますね。今週がプラスやったりとか、またはラピッドとかテクニカルとかクイックステップとかついてたら、またね、面白い選手になるかと思いますんで、まあ、今作のね、レバンドスキー何か強化カードがまた来るんだったら、このプレイスタルプラスをね、何か変えてほしいなというふうに思ってますね。こちらがコスパ最高ベストレブンになります。少しでも参考になれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。